こんにちは、ちかです。今日はついに初の質問コーナーやっていきたいと思います。事前にインスタで質問募集させていただいたんですけど、本当にたくさん送っていただいてありがとうございます。予想以上にね、たくさん来て全部は答えられないかもしれないんですけど、多かった質問を中心にできるだけたくさん答えていきたいと思います。でね、お前何してるんだっていう感じなんですけど、珍しくねバスタブのあるお家に今住んでるんですが、なかなかね入ることないので、こういう機会にお風呂にでも入ってビール飲みながら自由な感じでやっていきたいと思います。ということで早速スタート。はい、ではね早速ビールからいきたいと思います。ちなみにね、あの水着着てるので大丈夫です。よいしょ。おいしい。じゃあね、早速いきましょう。じゃあまずね、測定計からいきますね。身長は164センチあるかないかぐらいです。体重はアラフォーからアラビフです。その時のね、金の有無によって変わります。出身は南の方です。それ以上はご想像にお任せします。ベトナム人の血が入っていますか？いいえ、入ってません。入ってたらもう少し可愛かったかなと思います。バナナ好きですか？大好きです。大きいのが好きです。嫌いな食べ物は、ドリアンと血の味がする食べ物ですかね。ベトナム人や外国人と付き合ったことありますか？はい、あります。ベトナム人と結婚する可能性は泣きにしもあらず。いつも笑顔でいる秘訣は？ビデオ回してるからです。いつもは真顔です。探検隊の構成要員はまた入隊できますか？はい、私隊長だけしかいません。資金がないので雇いません。おい、次、撮影機材は iPhone12Pro と Osmo Action、Osmo Pocket 2です。シーンによって使い分けております。今はね、Osmo Pocket 2です。次、外さないストリートフードの選び方は？とにかくね、ベトナム人のお客さんがいっぱいいるところだったらね、まあ8割くらいはね外れない当たりだと思います。はい、次、ミニマリストですか？スーツケース一つで引っ越してますか？物は少ないんですけど、ミニマリストっていうほどではないです。事前に引っ越し先に段ボールで荷物を送ってます。ベトナム国内はね、輸送費用安いので、一番安いのはバスで荷物だけバイバイって送ってもらう感じかな。まあ保証はないんですけど、私はね、まあ別に取られて困るものあんまりないので大丈夫です。次、バッグの中身教えてください。バッグの中身は撮影機材とウェットティッシュとタオルと財布と携帯が基本です。で、まあ化粧品が入ってる時もあるし、着替えが入ってる時とかもあります。使ってるリップのメーカー教えてください。メイビリンニューヨークです。現地のものでね、まあセールの時に600円くらいで買います。本屋に行ったことありますか？はい、あります。だいぶね前なので、久々にねまた行きたいなと思います。次、俺とダナンでデートしよう。はい、ぜひお願いします。こんな音行ったことありますか？まだねないんですよ。めっちゃ綺麗らしいので行きたいんですけど、まあね、せっかくなのでもうちょっとお金貯めてから行きたいと思います。はい、ちょっと休憩。はい、では次行きましょう。年齢は非公表系ババアです。コメント欄でね、いろいろ言われてるんですけど、まあね、あとなぜか牛年っていう風に言われてるんですけど、牛年はね私じゃなくて今年の干支です。次、なんで太らないんですか？まあ太るんですけど、最近はあんまり太らないですね。睡眠時間が短くて動いてる時間が長いので、まあ消費してるのかなと思います。あとね、私結構食べてるって言われるんですけど、ベトナム料理ローカルフードってポーションが少なめなので、意外とね食べてるようで食べてるわけではないんじゃないかなって思ってます。おい、次、ベトナムにいるのに肌が綺麗ですね。お世辞だと思いますが、ありがとうございます。何を使っていますか？日本で現地の激安化粧品なんですけど、基礎化粧品だけロスレイブというベトナムで販売されてる日系ブランドのものを使っております。私ね、美容意識低いので YouTube やっていなかったらこんなの知らないし絶対買わないんですが、実は2ヶ月くらい前にロスレイブさんからいただきまして使っているんですが、めちゃめちゃいいです。あ、これね別に案件とかいうわけではないので、これを見て誰かが購入したからといって私に利益が出るとかいうものではないので安心してください。いただいたのは、メイク落としと美容液と
化粧水と BB クリームなんですけど、全部で使った後の保湿効果がとにかくすごくって、化粧のりもいいし、灼熱の中汗だくで撮影しても化粧崩れしません。もともとね、芸能人とかモデルさんが撮影するときに乾燥しないようにとかシミができないように治療できる化粧品として開発されたらしいんでね、乾燥肌で結構ファンデーションが浮きがちな私の肌でもね、しっとりツヤ持ち肌風に仕上げてくれます。このカメラを、ね、変えたら毛穴まで、ね、映ってしまうので、ね、基礎化粧品で、ね、整えておくの大事ですね。正直基本的に高いもの嫌いだし、エステ系の人ってなんだろうな、ゴリ押し営業で高い施術を進めてくるっていう強要されるイメージが強かったんですけど、ここは本当にお釈迦様じゃないかっていうぐらいスタッフの人柄が良くて、初めてね化粧品で荒れた肌が蘇生したので、結構ね本当におすすめです。ただ今の私にはね、正直ちょっと高すぎるので、またね自分で買えるように頑張りたいと思います。今回は恵んでくださって本当にありがとうございました。ホーチミンに店舗あるので、皆さん気になる方は行ってみてください。ほい、では次、 YouTube 以外に何の仕事をしてますか？今は無職です。デザイナーをやっていたのは初期の頃に生計を立てるためで、今はね YouTube で一応収入があるのでやっておりません。結構ね、いっぱいあるからね、喉を潤さないはい、次。あ、これね、一番多かったかもしれないですね。なぜベトナムを選んだんですか？手短に言うと、大学時代から親しい友人がベトナム人だったからです。詳しいことはね、NNA のインタビュー記事で答えるので、そっち見てください。概要欄にね、リンク貼っておきます。次、ちょっとね、きついな。ガツ。次、いくつの言語が話せますか？堂々と話せると言えるのは日本語だけです。英語ポンコツレベル、ベトナム語カスレベルっていう感じです。その他ね、いろんな言語かじってますが、できますって言えるのは母国語の日本語だけです。次、ベトナム語はどうやって勉強したんですか？これもね、めっちゃ質問よく聞きます。してません。教材も持ってません。というかね、本当にね、なんか喋れるみたいに言われるんですけど、全然できるレベルではないんです。できるってね、全然言えないレベルです。まあでもね、最初の方とか本当に一切わからなかったんですけど、めちゃめちゃ話しかけられるので、多分ドローカルのところばっかり行くからかな。その後にね、聞いた言葉を真似したりとか、ちょっとね意味調べた、まあそういう感じなんだみたいな感じでちょっと覚えていった感じかな。なので本当に勉強方法とかはないです。勉強してないのですいません。そして次は脇坂さんのチューズマスシリーズが好きです。新作リリースはありますか？脇坂じゃなくてね、脇林さんですね。動画上のキャラクターとして、まあ、演じているんですが、演じているだけなんですが、ちょっとね反感を買っているらしいので考え物ですね。次は、食事で当たったことありますか？はい、あります。食中毒っていうか、食当たりは自分で作ったカンジャンケジャンと五つ星ホテルで食べたブンチャーと、あとはその2つほどひどくはなかったんですけど、市場で買った生麺、バンカン、うどんみたいなね生麺ですね。ちょっとすいません。で、なんだったっけ、あ、食当たりで、まず一つ目の自分で作ったカンジャンケジャンは、フーコクの時に市場で新鮮な生きたカニを買ってきたんですけど、作り方をしくじってたみたいです。本当にね、生のカニに食らいつくというバカなことをしたので、これはねただの自業自得です。で、次のね、五つ星ホテルの文ちゃんはね、びっくりですよね。なんせ20万ドンもしましたからね。文ちゃんのお肉に当たったみたいですね。お肉がね、ちょっとね、変な味したので、食べなかったらよかったなって思うんですけど、その場にいた人、食べた人ね、全員ひどい嘔吐下痢だったので、もう間違いないですね。3つ目、市場で買った生麺なんですけど、山盛りでね、売っているタイプじゃなくて、パッケージに入った生麺で、しかもね、トラックから今運んできて、ちょうど入荷されるところで、それちょうだいっていう風にもらったんですよね。しかもそれは、ダラットの冬だったので、まあ、傷む可能性が少ないと思ってたんですけど、やっぱりダメでしたね。麺はね、結構腐りやすいと思います。生麺はね、腐りやすいんで、私ももうね、市場では、
あの乾麺のやつしかね買わなくなりましたね。結構やっぱりフォー屋さんとか、まあ、そういう分とかね使うお店ってこういっぱい茹でてこう置いてあってこうちぎってね入れる感じなんで、あれってね人気店じゃなかったら結構長いことを置いてるので傷みやすいんじゃないかなっていうふうに思います。あとは氷でね当たりますかみたいな話あるんですけど、私ね氷でね当たったことは本当に一度もないので、氷で当たる説はねちょっとねよくわかんないですね。もしかしたら気持ち的な問題かもしれないし、ちょっとよくわかんないです、ごめんなさい。当たらないように気をつけるためには客が少ないお店には行かないっていうことと、朝昼夜それぞれね、まあ、ゴールデンタイムあると思うんですけど、そのね時間をあまりにもね外した全然客がいない時間とかだと、まあ、余り物になると思うので、それはね避けた方がいいんじゃないかなと思います。残り物はね傷んでる可能性が高いです。ちょっと休憩、ちょっと氷入れてきます。氷に入れてきて、ラルーを開けて、ラルー美味しいとか言ってたら取れてなかったラルーです。美味しい。危ない目にあったことありますか？これね、前も答えたんですけど、特になくって、そのバイクでね、通りすがりの人にね、お尻めっちゃ勢いよく揉まれて持っていかれそうになったっていうねそれくらいですね。ひったくりに関してはね、多いって聞くので、普通に歩いてる時からね、気張ってますね。バッグとかも、まあこういうね、手持ちバッグとかは持たないようにしてます。もしね、持つことがあってもこう、抱えてる感じで歩いてますね。ただね、ベトナムは治安が悪い国とはね、絶対言えないと思いますね。もう完全に安全な国ですっていう風に言うのも難しいんですけど、まあね、日本と比べてもどっちが治安いいかっていうのはね難しいんじゃないかなっていうくらいね、まあわりかし安心して暮らせる国じゃないかなというふうに思っております。ただね、ひったくりとかに関してはね日本より全然多いと思うので、そこはね気をつけていかないといけないなと思います。これが最後かな、医療事情についてですね。ただね、申し訳ないんですけど、私は正直に言うと詳しいことはあんまりわからないです。っていうのも、私自身が大きい病気をしたこともないし、持病もないからです。もしね、私が大きい病気をしたりとか持病があったら、多分ここにはいない、多分というかね、いなくって日本におとなしく帰ります。で、もしもがあったらどうするんだっていう声もあると思うんですけど、まあね、正直そういう心臓発作とか突然起こる危険に関して、もしもっていうのを考えてたらどこにも行けないので、まあ、ある程度ね、そういうもしかしたらがあるかもしれないっていうことを覚悟してね、普段から一応ね健康には気を使っております。ちなみにね、私はベトナムでローカル病院にもインターナショナル病院にも行ったことあります。ローカル病院って言ってもベトナム人がおすすめする有名な病院なんですけど、私の担当してくれた方はおじいちゃんの先生だったんですが、英語ね、ネイティブ並みにうまくって、まあ、プライバシーが守られているような診療ではなかったんですが、器具もね結構新しめで意外とねしっかりしてて驚いたなっていうのが印象にあります。まあ入院とかね、大した病気じゃなかったので、まあ何とも言えないんですけど、インターナショナル病院とローカル病院で先生の質が全く違ったかっていうと、そんなね気はしなかったなっていう感じです。もちろんね、インターナショナル病院の方が清潔感は圧倒的にあるんですけど、費用に関して言えばインターナショナル病院は10倍くらいねかかったと思います、同じ診察で。実際マジの田舎のローカル病院っていうのには私行ったことないので、そこら辺はねもうねちょっとやばいのかもしれないんですけど、なんとも言えないです。はい、ということで1回目の質問コーナー答えてみたんですけど、大丈夫だったかな。あまりね自分のことについて話せるほどというか、まっとうな人生、まあ、素晴らしい人生を送っていないので、なかなかね話したくないというか話すことないんですけど、こういう活動をねしてる以上ね、まあ過去のことは黒歴史として話していけるように頑張って生きていきたいと思います。なのでこれからもよろしくお願いします。ということで、今回の動画少しでも楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。